桜通り桜通りは、宇都宮市の市街地西部を南北に貫く、幹線道路である。1908年に、第14市団が宇都宮に移駐したのに合わせ、市団施設間を結ぶ道路として整備され、当時は、軍道あるいは福音が10軒あったことから10軒道路と、呼ばれた。道路整備と同時に沿道には5000株もの、ソメイヨシノが植えられ、大正期になると立派に成長した。 桜並木となり、依頼軍道の桜並木や桜通りと呼ばれ、季節になると花見で賑わい市民の憩いの場として、親しまれた。太平洋戦争末期には、師団施設を標的として飛来する、米国海軍空母艦載機の機銃掃射から、通行人を守ったが、1960、現在は市民から呼び親しまれた桜通りの名前と、その沿道に、道の由緒を記す記念碑が残っている。 1885年1月6日、大乗大臣三条耳は、大乗館二つ第一号において、根般国道の同級を、廃止その福音は道時期島以上並木時期、室抜け式を合わせて三軒以上総手七島より、京商、奈良寒さむ者とすただし、国道路線花井無教より国字蘇平士右二つ工事と、通達し、いわゆる、明治国道が制定されることとなった。これを受け、 同年2月24日には、内務卿の山形有友が内務省国時代6号において、本年1月大上官、第1号をもって、国道行き儀二つ小成功に不外線度別表の通称抵抗上この胸国事工事とし、制定された国道表を通達。これをもって、いわゆる明治国道が成立した。この時成立した国道のうち、宇都宮市内を走っていたのは、 陸海道を踏襲する国道6号のみであったが、宇都宮に第14師団が常駐した後の1911年3月4日、内務大臣、平田東介は内務省国時第14号にて、市内2本目の国道となる材木町から第14師団までの区間を国道60号とした、明治国道60号は、その後1920年4月1日に国道29号に、 番号変更されている。桜通りの北部区間は、現在国道119号の一部として管理されているが、従前の明治国道60号、旧国道29号の一部であったかを明確に、す資料は知られていない。一方、交渉によると、明治国道6号が、五街道の一である、陸海道を踏襲した経路であったのと、同様、明治国道60号は、 旧日光街道を踏襲したた。ものであった当時の国道は、福院七枚状とされており、清澄町通りは、福院が足りなかったが、材木町と天馬町区間のクランク構造を改造し、材木町から松原町まで、直線的に結ぶ道路に付け替え、全路線を拡幅する計画を前提として、国道指定された。よって、桜通りは、天馬町交差点から第14師団司令部があった。 国本村戸祭りに至る明治国道を六十号、旧国道を二十九号の一部として、松原山頂を目交差点から国立栃木病院前までの区間が明治年間より国道管理されていたことになる。桜通りは桜並木の道に由来する一般故障であり、故障の由来となった桜並木が消滅した今では、その区間を明確に示すものはないが、桜が植樹されたのは、 第14師団司令部が置かれた中戸祭一丁目付近から野砲兵、第20連隊が置かれた牧町付近までであり、おおむねこの区間が桜通りであった。しかし現在では JR 宇都宮駅から西に伸びる大通りとの交差点を桜通り十文字と呼び、その南側区間と北側一部区間が桜通りと呼ばれ、実際に桜並木道であった北側区間の松原三丁目。 交差点以北は日光街道と呼ばれるのに対し南側区間では実際に桜並木道ではなかった宇都宮短期大学附属中学校高等学校より南区間が桜通りと呼ばれている現在桜通りは桜通り10文字以南が栃木県道2号宇都宮栃木線また以北が国道119号となっている交差する主要道路は 南側から順番に以下の通りである。桜通り沿線の第14次第関係施設は太平洋戦争の後は教育機関や病院などの公共施設として使用されており、沿線は栃木県屈指の文教地区となっている。沿線の主な施設は南側から順番に以下の通りである。桜通りは宇都宮市西部住宅街を南北に貫く動脈である。現在、 桜通りの全区間が関東バスの路線バス網の走行区間に含まれている。ただし、バスは桜通り中ほどにある桜通り10文字経由で JR 宇都宮駅と桜通り南北地域を結ぶため桜通り全区間を走破する路線は現在のところ存在せず、以下の路線が各表示区間で運行される。なお、全区間において、 毎時2本以上の設定となっている。宇丹大付属高校前桜2丁目交差点。牧町交差点桜2丁目交差点桜2丁目交差点。文星女子高入り口桜2丁目交差点。国立栃木病院前松原3丁目交差点。国立栃木病院前桜の本数については、諸説あり、死死が5000本。記念碑では500本。日にしこ物語では、約1000本。 写真で綴る宇都宮100年宇都宮市政100周年記念事業実行委員会 P89 ありがとうございます。